来てるお客様、いらっしゃいませ。ご注文はいかがでしょうか。たかし、チラーズコーヒーといったか。こういった洒落た店は初めてなんだ。どうも落ち着かない。この店はなんか変だよな。娘が好きみたいでよく飲んでるから来てみたんだが、飲み物は君に任せるよ。ああ、二つお願いするよ。お飲み物がお二つでよろしいでしょうか。ああ、それでいいよ。それにしても本当に不快だ。なんやこの客、こんなものにこんな値段するのか。うるさいな。じゃあ、わかりました。ステッカーですね。オーダーステッカー、ラテ、コーヒー。じゃあ、コーヒーで。もう覚えてないけどな。どうすんやったっけな。とりあえず、じゃあ、ホット行こう。ホットカップ、コーヒーディスペンサーに入れる。んで、これは違う。どれだっけ？ミルクピッチャーか。ミルクピッチャーを、やばい、どうやったっけ？ミルクピッチャーを、これ今お湯入れたやろ？ホットカップ入れたやろ？ミルクピッチャーを、ここやったっけ？これ入れるんか？これなんやこれ？これなんや？お、入れた。あ、なるほど。スチームミルク。はい。注ぐ。オッケー。で、注文アイテム、ホットカップの蓋、完成したドリンク、出来た！お待ちどういたしました。こちら1点になります。もう1点ですね。じゃあもう1個は、コールドカップで行きましょう。コールドカップを、ここに入れます。んで、ブレンダーカップをブレンダーに入れます。で、牛乳入れます。で、牛乳を、ここに注ぎます。注げたかな、これ。注ぎます。んで、ブレンダーを、ここに入れます。で、あとはチョコレートソースを、ここに入れます。で、ココアパウダーを、こう入れます。オッケー！ホットカップじゃない、ホットカップじゃない。コールドカップ。あ？コールド、違うがな。コールドカップの蓋どこや？コールドカップの蓋。完成したドリンク。よっしゃ！おじい様、できました。ちょっと、慣れ、初出勤なんです。私。ちょっと、これやんか。取れよ！おじいさん。取ってください。たかしさん。ちょ、やばい、どうしよう。先輩。先輩どうしたらいい？シール？シールか。シール何で貼るんや。あ、オーダーステッカー。やっぱ俺アイテムめっちゃ持ってるやんけ。オーダーステッカー。はい。これ一つです。もう一つね。で、オーダーステッカー。は？コーヒー。ブーブー、ブーブーってなる。ブーブーってなるぞ。あか、ちょっとゴミ箱してよ。よし。少々お待ちください。少々お待ちください。ちょっとな。コーヒーね。コーヒー、少々お待ちください。ちょっとコーヒーの作り方見に行こう。コールド、ホットドリンク、もう一回見よう。待てよ、じじい、ちょっと。そんな焦るなよ。ラテ。ディスペンサーに入れるやろ？合ってるな？で、牛乳な？ミルクピッチャーな？で、牛乳をここに入れるな？なるほどな。で、ホットカップここに入れるな？スチームミルクな？ホットカップの中入れるな？で、ホットは簡単やな。ホットカップこれで完成。オッケー、ホットは簡単や。よし。少々お待ちください。ホットカップを、ホットカップを、ディスペンサー入れる。んで、ミルクピッチャーここに置く。んで、牛乳ここに注ぐ。スチームにする。んで、ホットカップここに置く。んで、スチームミルクをここにぶち込む。んで、ここに置く。ホットカップの蓋する。完成！簡単！ブブーって何ですか？なんでブブーなんですか？コーヒーじゃないから、ラテにしなあかんのかこれ。なあ。
アイテム全部捨てよ、もうこれ。今もう、スタバ一番うるさいのにな、こういう環境の問題に。ストローも神にしていく時代やのに。不要なゴミが出まくる。一回全部捨てよ。よいしょ。コーヒーにミルク入れた。あ、なるほどな。よいしょ。少々お待ちください。あ、ホワイト道具。せやな。ホワイト道具ってな。ホワイトボード見よう。ホット、コーヒー。ドリップコーヒー、コーヒー。コーヒーだけでええな。オッケー。少々お待ちください。少々お待ちください。怒りはるかな、あのおじさん。ちょっと待ってな、おじいさん。コーヒーディスペンサー。これだけでええわ。コーヒーやねんから。んで、ホットカップの蓋。完成。よっしゃ！ありがとうございました！ふねえ。ギリギリ、しのぎましたね、ちょっと。ギリギリ。おい、あいつ金払ってないぞ、お前。おい！食い逃げやんけ、あれ！おい！やられたね。白昼堂々。すごい、すごい速さ。とんでもない速さで逃げていった。マジかよ。怖い。車の運転が荒すぎる。名古屋か、ここ。いらっしゃいませ。チョコレートソースぶち込んで、ココアパウダーぶち込んで、オッケー！あとは、カップを、蓋して、ブーブー！もう、すいませんね。本当に。申し訳ないです。少々お待ち、少々お待ちください。もしかしたら、ちょっと仕事探すか。とりあえず。多分クビになるわ、これ。バイト。もう一回見よう。もう一回やな。反省してるな。でも多分すごいよ。偉い。この通りやってんやろな、俺な、今な。アップルパイ。アップルパイな。ちょっと待って。アップルパイは？アップルパイ置かしてくれ。置けへんのか、これアップルパイ。アップルパイの方。アップルパイの方？注文アイテム。アップルパイ置けへんのかよ。捨ててもうたわ。申し訳ありません。アップルパイの方は？紙に包むんかな？あ、これか。紙袋に包むんか。でな。紙袋。お、来た。んで、アップルパイ。よし。アップルパイの方、どうぞ。何今の前屈なんなん一回しゃがみ込んでんけど、入り口の前で。ああ、怖い。もう、すごい人がいる。嘘やろー。もうこの街自体があかんやろ。なあ。すごい情熱的。すごい情熱的な人や。豆太郎。チャース。今日暑いね。キャラメルチラペチーノ一つね。お客様、他のお客様の迷惑になりますので、服を着ていただけませんか？いいじゃん、ちょっとぐらい。いえ、法律的にアウトです。お客様が風邪ひかれたら大変じゃないですか。何？心配してくれるの？ありがとね。でも今日暑いからさ。寒いですよ。今気温1度ですよ。一桁なの？そうですよ。実はとても寒くて、夜が深まるともっと寒くなっちゃいますよ。着るなら今だと思います。今から服家にしかないんだね。服着てからまた明日にでも来てくださいね。しゃあ！この愛嬌の良さで、こんな客でさえ撃退できる。